姉ちゃん、まさか造花作りの内職でもしよってんじゃないだろうな。わあ、かわいい。着いたよね。宇宙の墓場か。異常なエネルギー反応のあった地点はもう少し先のようです。しかし、なんだってあたいらが調査隊みたいな仕事しなきゃなんないんだ。いや、ルブルムちゃんがぶった。ルージュお姉さま、わざわざ志願なさったのでしょ。場所が場所だからね。気になったのよ。ルブルムちゃんがぶった。ルブルムちゃんがぶった。場所ってこんなとこに何があんの。バラがね。バラ？バラ？バラバラしたいでしょ？ルータちゃん知ってるよ。え？なんだよそれ。うん、あのね、ルージュお姉さまってば今を去ること3年前ボーイフレンドをムチで叩きすぎて殺しちゃったのよ。そんで仕方がないからバラバラにして宇宙の墓場に隠したってわけ。だから他の人たちにここを調査されたら困っちゃうわけよ。科学実験用の船。ここでお母さんはバラを育てていた。え？かつて品種改良のため様々な植物に DNA の組み換えが施されたの。お母さんはね、ここで本来の姿を失ってしまったバラを過去の地球に似た環境を設定して自然な形に戻す研究をしていたのよ。母ちゃんが研究を？バラが好きだったから。ん？じゃあお母様のバラは今でもここにあるはずなんだけど。これだわ。母ちゃんの船か。高エネルギー反応があったのはこの船のようですね。まだマイクロブラックホールエンジンは生きています。昔の重武装植民船だって。123年前マイクロブラックホールエンジンがおバカになって捨てられちゃったみたい。うわ、全長3000キロもある。3000キロ？ちょっとした惑星並みじゃないの。エンジンの出力が不安定です。え、それってなんかヤバそうな感じ。あ、見て見て。昔はこういうでかいのが流行ったらしいわね。何でも一つにまとめた方が効率がいいとか言って。この向こうが植物プラントのはず。何にもない。宇宙の墓場はここネスの支配宙域の外れにある。
問題の船はここから動き出し、我々テラの領域内に侵入。すでに2回サーフィングを行った。サーフィングってなんや。まあワープみたいなもんよ。ネス側は何らかの事故で配線が勝手に動き出したと主張している。だが進路はまっすぐ地球へ向かっている。現在は太陽から80億キロのあたりを高速の 30% のスピードで航行中だ。1日かそこらで地球に到達するだろう。何かの陰謀でしょうか。それを調べてほしい。間の悪いことに太陽系防衛艦隊はこの辺りで年に一度の大演習をやっている最中だ。どのみち正規軍が動くにはいろいろ厄介な手続きがいるけど、僕としてはどうしても気にかかるんだ。あのタイプの宇宙船は設計上無理が多くて何度か暴走事故を起こしているからね。すまないが様子を見てきてほしい。やった、最短時間でクリアしたぞ。陽子くん要するにそのデカブツをぶっ壊してくりゃいいんでしょ。いや、壊すのは最悪の場合で。楽勝楽勝。陽子くん。陽子に説明したって無駄よ。ま、いっか。スーパーストーム TA23 カガリアンモミジアクション。スーパーストラグル TA27 白鵬院アヤナエリザベス、いざ参る。特一級スーパースプリント TA25 御堂まどか、行きます。スーパーストライク TA29 山本陽子、ゲットレディーゴー。記録では237日前、実験船がこの大きな船に衝突したみたい。そんでそのショックで自動修復装置が働いたんだけど、実験船をこの船の一部だと勘違いして取り込んじゃったのね。で、バラはどうなったの？植物プラントがすっかり消えたのはどういうわけ？ルートちゃん、わかんない。えい、泣くな笑うな。おい、ルナ！ルージュお姉様、これ…これは…あれね。なんや、あれ。ちょっと…普通より大きいですね。ちょっとなんてもんじゃないわよ。バッカみたいにでっかいじゃない。そう、誰かのおでこほどじゃないわよ。言ったわね、言ったわね。ふん、墓場から蘇ったなんてあんたの仲間じゃないの。妖怪猫娘、悪かったわね、この原子力おでこ。それどういう意味よ。意味なんてないわよ。何？ルージュ姉ちゃん、異常なエネルギーレベルがどうのっての調べないでいいの？ねえってば。たく。でもこのバラ園ができたこととこの船の異常と何か関係があるのかも。関係って？三角関係とか肉体関係。あの、おそらく実験船のコンピューターに入っていた指令が衝突の際この船のコンピューターに取り込まれたんじゃないでしょうか。それでこの船もバラを育てるようになった。母ちゃんのバラを。
の重粒子、中間子、ガンマ線が放出されている。これはどうも。今はそれどころじゃないわ。ああ、ちょっと。つまり、なんだ。その船、もうじき爆発するよ。爆発？どこをどうしたら爆発することになっちゃうのよ。その船の動力はマイクロブラックホールを利用した当時としては画期的な核融合炉だったんだけど、どうやら中のマイクロブラックホールが寿命を迎えているらしいんだ。なんや、ようわからんけど、ブラックホールが死ぬっちゅうことか。まあね、マイクロブラックホールは量子論的効果で蒸発していくんだけど、末期にはそれが加速度的に進行するんだ。つまり大爆発するってことだね。その船のブラックホール程度だと大体100億年くらいで寿命が尽きるようだね。100億年？だったら慌てることないじゃない。いや、今日あたりその100億年目に当たりそうなんだよ。なんやそら、まるで小話やな。とにかく爆発の規模は、1メガトンの水爆約2000万発くらいになる。地球の近くで爆発すると、なんていうか、ちょっとまずいね。ちょっと、それって地球滅亡の危機ってことじゃ。一大事やないか。なんだっていいわよ。とにかくやっつけりゃいいんでしょ。私が参ります。アヤノ、ジュール艦から発射。わかったわ。あいつビーム砲の数はめちゃめちゃ多いけど、目標の追尾や照準の能力は低いのよ。もしもし、こちらはお船の中です。この辺に誰かいるんですか。ああら、山本陽子、なんでお前がそこにいるんだ。それはこっちのセリフよ。さてはあんたたちの陰謀だったのね。陰謀？陰謀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 。それはルートちゃんのことかな。ルートちゃん照れちゃいます。バカ。ルージュお姉様、あなただったの。そうよね。お姉様、脱出しましょう。この船は危険だそうです。え、もう土星まで来たわ。なんでや、早すぎるで。速度が速いから距離が短縮しているんですよ。多分ローソンさんから見ればもう何時間も経っているはずです。さっさと片付けちゃいましょう。あの頭の辺が弱そうよ。あそこから突入して内部からエンジンをぶち抜いてやるわ。ああ、アホな、突入する前に撃たれてまうで。まずい、なんだか温度が上がってきた。サウナってやつね。ルージュお姉様、待って、エルトロン。もう少しよ、もう少しでお母さんの研究が成功したかどうか分かるのよ。姉ちゃん、早く早く。爆発しちゃうよ。艦載機、全機発進。Yeah.
敵の射程内に入ったら散開する。今よ。シューティングはこうでなくっちゃ。第一ステージクリアってね。わけにはいかないか。トラクタービームで収容する。え、ちょっと待って。バラだ、お母さんのバラ。止めろ、下に下ろすんだ。え、バラよ、バラが咲いたのよ。あ、おろせ、おろすのよ。お姉ちゃん、お姉さん。教えてあげる。
ら、あなたたちの陰謀は失敗したようね。違うって言ってたろ。じゃあ何、事故だっていうの？船が勝手に動いたわけ。広い宇宙の中で、よりにもよって地球に向かって偶然ってこともバラの意志だわ。え、バラたちが本来の自分を取り戻すために地球へ向かったのよ。地球は母なる星だもの。ヨーコ、爆発の跡を見て。Thank you.